head of Nissan and Renault, says he has fled to Lebanon to escape. What has been described as hostage justice system in Japan. 日本人のほとんどの方は人質しようと言ってもなかなかピンとこない。逆に言えば警察や検察はそれを悪用していると。検察官が起訴すると 99% 以上が有罪になる。 It will get worse for you if you don't just confess. The prosecutor told me repeatedly. 逃げ道ゼロで突き落としていくっていうのは全く拷問ですよね。我が国の刑事司法制度は個人の基本的人権を尊重し、人質証という呼称が極めて不正確あるいは侮辱的。自分が捕まった瞬間いつ終わるとも分からない時間に巻き込まれていく。これを人質司法と思わないっていうのが不思議でしょうね。人質司法って聞いたことありますか？いや、聞いたことはないです。人質司法って聞いたことありますか？ないです。人質司法って聞いたことありますか？あ、ないです。わかんないです。はい。人質司法って聞いたことありますか？あ、ないです。わかんないです。はい。もし誰かが何かの事件とか事故で、人質司法って聞いたことありますか？あ、ないです。わかんないです。はい、夏井聡と言います。基本的にはずっと音楽関係の仕事をしてたんですけど、で、まあ、15年前ぐらいから、ラジオの番組制作とか、まあ、自分の番組出演なんかをやっていたんですけど、塀の中の白い花という番組がもう今、3年を超えました。はい。塀の中の白い花、本当に何もやってません。何もしていないのにある日犯人だと決めつけられてしまう。何もしていないのに刑務所で何ヶ月も何年も過ごす羽目になってしまう。人生も夢も自由も奪い取られてしまうことになります。この番組は冤罪が誰の身にも起こりうる身近な問題であることをお伝えし、一緒に考えていただくきっかけとなることを目指している番組です。今回はカルロス・ゴーンの一件で海外でも知られるようになりましたが、冤罪の温床となっている人質司法、やってもいない罪を認めるまで出してもらえない、そんな実態をお伝えしていきます。家族にも会えない、友人にも会えない、弁護士にも会えない、それが有罪率 99.9% という驚異的な数字に表れているわけですが、実際に被害に遭われた方々に改めてお話を伺いたいと思います。何かの拍子にも普通の人がポンと事件に巻き込まれてしまって、犯人に刺せられてしまってるっていう、これ誰の身にも起こることだなっていうことをすごく分かりやすくお伝えするっていう番組が、まあ、テレビでもラジオでもなかったので。今回お話をお聞きするのは桜井昌司さんです。よろしくお願いします。久しぶりですね。はい。いつも勝手に喋っていただいて考えてみて、今まで桜井さんにインタビューしたことってほとんどないですよ。まずはですね、視聴者の方に自己紹介をお願いしたいと思うんですけども。はい。皆さんこんにちは。私深川事件と呼ばれます冤罪事件を体験しました。29年ほど刑務所に入りまして、その後仮釈放で社会に出てまいりまして、2011年に再審で無罪になったと。そういう事件でございます。これ深川は私のふるさとですから、姉の嫁ぎ先で有線放送で深川で人が殺されたって知りましたね。ですからその発覚したって言われます8月30日、あ、
今日ですね、53年前の今日の夕方かな、午後かな、知ったんですね。はいはい。そっか、この収録をしている今日ですね。はい。あ、はい、なるほど。で、その事件から1ヶ月以上経ってから逮捕されたという、はい、ことなんですけど、その時の状況はどんな感じだったんでしょうか。要するに友人のズボンを取りましたね、取りましたって、それで逮捕された。はい。いわゆる別件逮捕ってやつですね。はい。で、あの取り調べについてなんですけども、はい、どのような場所で、どのような環境で取り調べを受けられたか。私の場合はですね、あのもう警察がこいつが犯人という見込みがあったみたいで、牢屋の中の監視の寝る部屋でマンツーマンでやられた。いわゆる取り調べ室じゃないんです。言わなくて。はい。まあ調べっていうのは朝の9時頃から夜中の12時頃までやられました。4ヶ月、5ヶ月、6ヶ月それでの警察署に入れられた時間っていうのは半年ぐらいになるかもしれません。もっと長いです。はい。拘置所じゃなくてね。私の場合はもちろん犯人じゃないんで、アリバイがありますよね。その事件があった夜っていうのは逮捕される40数日前ですけども、東京中野区野方の兄のアパートにいたという事実があるんです。でそれを言ったら、調べてきてお前のアリバイは嘘だったと分かりましたという嘘を言われたんです。それで自分の記憶を混乱させられてしまって、アリバイを思い出せなくなったということなんですよ。それが嘘の自白に至る発端といいますかね、原因といいますか。郷原信夫といいます。23年間、検察に、所属をして、ゴーン氏に合わせて10時間以上のインタビューを行いました。Now it was the arrest that shocked the financial world. Automotive titan Carlos Ghosn was put on trial in Japan for alleged financial misconduct and misuse of corporate resources, allegations that he denies. And now there's a new twist. The former head of Nissan and Renault says he has fled to Lebanon to escape, quote, injustice and political persecution. Hostage justice という言葉で、ゴーン氏もあのよく口にしてました。やはり日本の刑事司法の最大の問題点という認識を持ってたと思います。逃げないで、危ないから。 I spent in prison 130 days. From the 130 days I was practically interrogated half of the time, and it's up to 8 hours of interrogation with no lawyer. No lawyer. これはなぜなのかというと、ゴーン氏が徹底抗戦して無罪を争おうとして、そういう人間に対してはとにかく争ってる間ずっと身柄を拘束しておこうとする。取り調べを自白をさせるための手段にして使う。それが、まあ、日本の検察の一つのやり方であり、裁判所もそれを認めてきたんですね。すいません。はい、どうぞ。あ、すいません、ご無沙汰します。よろしくお願いします。じゃあすいません、失礼します。じゃあちょっと声を少しいただいてもいいですか。はい、今日はよろしくお願いします。はい、よろしく。じゃあ、袴田事件についてお聞きいたします。よろしくお願いします。あの私はね、岩尾のね、あの刑務所でくれなかったものね、例えば果物とか生野菜とかそういうものをうんと多くくれてる、うん、で割合と果物が好きだもんだから、朝は果物の盛り合わせ。
それとあとはもうおかしくなってからは、なんとかの神なんてね、うん、もう妄想の世界のことを書いてる。で読んでもわからん。もう面会してもまともな話はできん。あ、ほいじゃ違うわってすっと書いちゃう。ね、面会できても、うん、あれはもうものすごいね。もうあの、ま、殺人犯で強盗殺人犯だみたいなね、あのことで、もう毎日毎日テレビとかラジオ、ね、新聞でも書き立てるでしょ。あれが犯人だみたいなね。だから私はもうね、あのテレビもラジオも新聞も一切見なんだ。あの1年間ぐらい。袴田さんを犯人にする有力な証拠はなかったんですよ。袴田さんのパジャマを押収して、当時新聞にですね、血染めのパジャマ発見というふうに大々的に報道をさせるんですよ、警察が。しかしそのパジャマには血液がついてないということが明らかになったんですね。そこで引っ込みがつかなくなって、袴田さんの自白に頼るという捜査になっていたと思います。当時 あの取り調べの記録を見ると、1日平均12時間、何が何でも自白をさせろと。そのためにはあの取り調べにあたる警察官の増員まで行っているんですよ。検察と司法メディアの癒着、そういう、権力機関とメディアの関係が続いてるから、こういう状況が改善されないんです。検察官が起訴すると 99% 以上が有罪になります。結果見えてれば早く報じた方がいいわけです。メディアはもうその段階からもう推定有罪のような考え方で犯人死報道をどんどん行っていくんですね。どんな取材を受けたのって言ったら、こう丸いしね、尖ったものが出ててそこに座らされたよっていうことは言った。でそれ以外はもう聞くに耐えなくて聞かなんだ。いや、認めないと死刑もありますよ。要するにお前の有罪の証拠は今まで作られた調書が証拠になるんだ、うん、このままでも俺はいいんだけど、お前を助けてやりたいんだ、試験になってから勘弁してください、ごめんなさいって言っても手遅れなんだよ、甘く見ちゃダメなんだよなって言われましたよね。その人間っていうのは信じてもらえるから話できる。お前が犯人やったんです、いい加減に認めなさいって、朝から晩までその感情がぶつかり合うっていう状態に耐えることが難しいんだってこと知らないです。やっぱりそういう環境でそのいつ果てるとも知らない、それが人質仕様な、要するに自分が捕まった瞬間いつ終わるとも分からない時間に巻き込まれていくんです。これを人質しようと思わないっていうのが不思議でしょうかね。で、あの弁護士の立ち会いはその頃はあったんですか。いや、弁護士の立ち会いそのものない。だって弁護士が来たのがだって裁判の1週間前に来ただけですから。あ、裁判の1週間前ですから、弁護士立ち会いどころじゃないですね。身柄拘束の期間が長いということ、そして取り調べの際に弁護士の立ち会いが認められないということ、まあこれは国際的なスタンダードと比較すると相当得意なことのように見られていると思います。自白をさせるということが刑事司法の一つの目的になってしまっている。23日間の取り調べの間に弁護士が接見したの、まあ、会ったことはわずか3回、それも合計で20分ぐらいしかないんですね。で、取り調べは長い時には16時間ぐらい行われるんですよ。取り調べしてるその場で排尿をさせて、その音がですね、本当に、びっくりするぐらいはっきりと残ってるんですよ。ここでやりゃいいと言って、孤立無援の中で袴田さんはもう自白をしなければ体を休めることができなかったと。なんかそんなひどいことが今でもまだあるかと、あんなにひどいことをするとはね、まさか思わないでしょ。ですか。本当にテレビでそう言った
なら本当に自供したと思うじゃん。ね。拷問でそんなことされたと思わないから。もう本当一言じゃ言えないですけど、でもこれが自分の人生で起こっていたらどうだろうとか、自分の息子娘に起こったらどうだろうってやっぱみんな思うと思うんですよね。しかしあれなんでこれ、あらここにこんなにあった、あれ見て、ここ見て、これこれ見て、これこんな格好して、これが逮捕される1年ちょっと前の、ずっと毎日そのお前さんが犯人だってね、でお前は勝手にして被害者と話してたんだって、見られてるんだとかやりましたよね。でそれがまあ朝から晩まで続いて、でその自白をした5日目の午後に嘘発見に行かれた。桜井もう全部嘘と出てしまったよ、もう逃れられないから認めろって言われた時に心がポキッと折れて、自白をした時、その、まあ、自分には身に覚えのない言葉が自分の口から出てくるわけですけど、その時はどんな気持ちでした？いや口から出ないですよ、出るくないじゃないですか。え、自白、いや嘘やったのにやりました、それだけですよ。ええ、あ、なるほど、そういうことで、じゃあどうやって行ったんだって言ったら、事件現場行きました、そういう話、ただそういう順番に言っていくだけの話、うん、あ、もうそこからもう向こうが用意して、そう、尋問する、尋問なんで、我々世間の人間は自白って思ってるけど、自白というよりかは一言引き出して、一言引き出して、そう、どんどんストーリーを作っていくって、そうです、そうですね。だから事件現場我々は知らないでしょ。ええ、知っこない、捨てこないんで。はい、ところが警察官は事件現場見取り図持ってますから。その見取り図持ちながら一問一答するんですよ。被害者が出てきた時どんな服着てましたかとか言うじゃないですか。8月28日ってたら分かるじゃん。長袖半袖かって言われたら、ね、半袖半袖ねって書いてくるんですよ。警察官が自分が納得する答えを相手が言ったら書くだけなの。自白じゃないんですよ。自分が有罪を確定して無期懲役囚として刑務所行くことになった時に、この世っていうのは残念ながら幻想って言いますか、神話っていうか、警察が正しい、検察が正しいという幻想を信じられて、それを信じる多くの人がいて国家というのが成り立ってるんだと思い出します。この心臓がだん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 こう耳が心臓になっちゃって、ドッキンドッキンってもう裁判官の声聞こえないんですよ。本当にあんなのはある以外ないです。そうすると何言ったか聞こえ覚えてないんです。有罪だと分かってない。なかなかその人質法そのものが解消されるかというと、まあ、そう容易ではない。結局人質法っていうのがどういうものなのか正しく理解されてないんで、Japanese criminal justice system that are cruel and not in keeping with international standards. What has been described as hostage justice system in Japan. これは差別だと思ってますよ、アジアに対する、欧米のアジアに対する差別だ、アジアを蔑んでる、どうせアジアの国だろう、どうせアジアにそんな俺たちと同じような近代的な刑事法があるわけはないと思ってる。極めて不愉快、本音を言えばね。交流は取り調べのために行うものではありません。犯人と被疑者の逃亡と罪証隠滅を防ぐために行うものです。日本の交流が20日間が長いとは到底私は思いません。短すぎて困るぐらいなものだと思いますね、検事としては。その20日間に全ての証拠を集めなくちゃいけないわけですね。彼が犯人かどうかだけではなくて、なぜそういうことをやったのか、なぜそうせざるを得なかったのか、どういう気持ちでやったのか、亡くなった方々に対してどういう気持ちで現在いるのかと、そういうことを取り調べによって明らかにしてほしいというふうに日本の国民は思っているわけです。市川博士、1993年に検事に任官しまして、
横浜地検、大阪地検、佐賀地検などで勤務し、12年9ヶ月検事やってました。検事になって 2,3 ヶ月でこんなはずじゃなかったというふうにかなり衝撃を受けましてね。検察教官が言うには、研修所でですよ、まあ自白というのは最後に見る証拠なんだと。ところがもうなってものの 2,3 ヶ月で全然違ってる。もう自白させろ自白させろ自白させろ で極端な話、多少誇張して言えば少々荒っぽいやり方で自白取っても、自白を取れさえすればそれでいいんだと。一番の問題っていうのは、その調べがきついから虚偽自白を作ってしまう、つまり捜査機関が虚偽自白を作っちゃうっていうのがやっぱり一番社会的な問題になってくる部分で、無実の人っていうのは自分が捕まるとは全く思ってない状況下で突然捕まるってことになるので、全く突然日常生活から完全にこう遮断されて突然別世界にポンと放り込まれるっていう。でその上でやってもいないことについて繰り返し聞かれるってことが起こります。実態として、通常我々が日常生活で思う以上に簡単に虚偽自白が出てしまう、コミュニケーション的な拷問の構造になってるんだっていうのをなるべく広く知ってもらうっていうのがすごく大事だと思いますけどね、やっぱ実際上自白はかなり大きなウェイトを占めると思います。犯罪の痕跡は当然あるわけです。死体があるとか、ただその被告人が犯人であるかどうかについて日本の法律、まあ、判例法律の解釈としてこう裏付け証拠はいらないという解釈に載ってますので、極端な話、自白だけで犯人だと認定しても違法ではないということになります。だから自白が虚偽だって、その虚偽のである虚偽の自白を、ね、真に受けて起訴したらそれは冤罪になりますよ。うん、その通りです。それはどうしたんですかって話。戦後の朝鮮だからね、悪をなくして全部運営できるからどうかって。岩尾が出てきたっていうことでね、そういうふうに注目されるっていうことはね、まあ一つのこういうことも、まあ、世界ではこういうこともあるんだよっていうことの証明ね。だけど私は岩尾がよくぞ刑務所から生きて出てきたと。
冤罪によって失ったものって冤罪失ったものそうですね、やっぱり時間ですよね、うん、違う何かの時間を失った、もし冤罪がなかったらっていう人生あるとやっぱりなんだろうな、普通の親父になったかもしれないし、まあ自分は裁判にも歌歌う能力があるんで、カラオケブームに乗って多分いい思いたくさんしたでしょうね、うん、でもやっぱりこう両親ですよね、なんだろう、自分がこうねえもう70過ぎていつ死ぬか分かんないじゃないですか、その時やっぱりなんだろう、親がこうどんな風に死んでったんだろうと思うとやっぱり親孝行の時間が少し欲しかったっていう、これだね、本当にこう、ね、一番奪われた痛みとしては辛いですよね、まあ本当にもう少し親孝行だけはしたかったなっていう、本当にこれだけは痛みですね、もう絶対取り返せないんでね、私のラジオ番組ではいつも最後に私の刑務所で作詞作曲した歌を聴いていただくんですけど、私が千葉刑務所で最初に作った歌で「母ちゃん」を聴いてください。母ちゃん、あの日また来るよと残していった言葉は昨日のことのように覚えているよ、僕が手錠されてからいろんなことがあったのに、悲しみの晴れる日を待ったろうに、開けてびっくりね、最新規約でしょ、はい、ああ裁判ってこういうもんかと思った、国のやるこんなで冤罪事件であるっていうことを分かっていながら何かの都合でね、袴田事件だけを再審開審するというわけにもいくまいと思っての判断かなと思った、なんか制度というものを変えないことにはとても私たちには太刀打ちできる、そうですね、ね、私たちがわずかわずか騒いでたって 無実だ 無罪だって言っていても制度を変えてくれない限りは無理、やっぱりこれは世界標準の司法制度から比べてもとにかくここで行われていることはおかしいぞってやっぱり多くの人が思ってると思うんですよね、国民というか一般市民がですね、こんなことをいつまでもやってじゃ世界中の笑い物ですよっていうことで声を上げていくしかないとは思うんですよね。何もしていないのにある日犯人だと決めつけられてしまう、何もしていないのに刑務所で何ヶ月も何年も過ごす羽目になってしまう、人生も夢も自由も奪い取られてしまうことになります。そんな冤罪が残念ながら世の中にはたくさんあります。この番組は冤罪が誰の身にも起こりうる身近な問題であることをお伝えし、一緒に考えていただくきっかけになることを目指している番組です